自由学校は、獅子文録による小説。朝日新聞にて1950年5月26日から12月11日まで連載された。本記事ではそれを原作とした映画、テレビドラマについても記載する。南村五百助と小間子の夫婦は、五百助が辞職して家出したことをきっかけに、それぞれ別の道を歩み、様々な人々と交流、交際していくことになる。 お金の水橋下として登場するお茶の水教化の住居、神田駅付近の闇市など、著者自身が神田する画題に住んだ、際の見聞を取り入れ、敗戦後の東京を封じ、義画化した小説となっている。映画化にあたっては、小畜、大英エが共作、同じ週に封切られる異例の作品となった。また、5月初めの連休に公開され、2作品とも、工業成績が良かったため、 ゴールデンウィークという用語が生まれた。1951年、小畜の配給で映画化された。佐田刑事の、とんでもワップにや、ねえ、おばさま、ネバー、ネバーなどのセリフが大流行した。配給収入は5823万円。スタッフ左からサブリシン、高峰美恵子キャスト500女役の小野文春は、公募で選ばれた、文芸春秋社の出版企画部長だった。 配給収入は8000万円。スタッフキャスト、新、自由学校のタイトルで、1965年2月1日から4月26日に、東海テレビの15分昼、ドラマ枠にて放送された。スタッフキャスト、新、自由学校のタイトルで、1978年1月9日から2月3日に、NHK 総合テレビ、銀河テレビ小説にて放送された。 スタッフキャスト、川本三郎、筒井清忠、日本映画隠れた、名作昭和30年代前後による。AB、キネマ旬報ベスト1085回前九百9 2 4から201180ページ。ありがとうございます。